ジョン・ヒンクリー、ジョン・ウォーノック・ヒンクリー・ジュニア、ジョン・ウォーノック・ヒンクリー・ジュニア、1955年5月29日台は、1981年3月30日に、当時アメリカが衆国大統領だった、ロナルド・レーガンを銃撃した犯人。映画、タクシードライバーに出演したジョディ・ホスターに恋し、ストーキングを行い、同映画のストーリーに影響を受けつつ、 大統領暗殺未遂という事件を起こした。ジョン・ウォーノック・ヒンクリー・ジュニアは、同姓同名のジョン・ウォーノック・ヒンクリー・シュニアを父として、ジョアン・ムーア・ヒンクリーを母として、三人兄弟の末っ子として、オクラホマ州アードモアで生まれた。父親は、軍隊を経て、戦後石油業界で活躍し、自ら石油会社、バンダービルトエナジー社を設立。 社長として成功資材を成していた人物であった。ジョンはそのような裕福な一家で将来活躍することを期待されつつ誕生したのであった。ジョンはテキサス州とコロラド州で幼年期及び少年期を過ごした。ジョンにはスコットという優秀な兄がいた。ジョン自身も小中学校では成績優秀なスポーツマンで人気者であった。しかし、 高校に進学する頃になると状況は一転し、ジョンはスポーツもせず、友人も作らず、女の子とデートもせず、家に引きこもり、ギターをかき鳴らす日々を送るようになった。兄が優秀で、エリートの道を進みつつあったのに対し、ジョンは落ちこぼれてしまい、精神的に追い込まれてゆく。1973年から1980年までで、休学と復学を繰り返した。 呂で黒人と同室になると黒人を嫌い白人史上主義の本を読み吹けるようになった。1976年にはソングライターになることを望みロサンゼルスに行くが成功しなかった。その頃彼が両親宛に送った手紙は自分の身の上の不運を嘆く言葉と金銭的援助を請う言葉で満ちている。そして彼はコロラド州の両親宅へ戻った。地元のレストランで 下働きのアルバイトを数ヶ月した後、再びカリフォルニアに戻ったり、大学に戻ったりの生活をしていた。この頃、体調不良を訴えて、大学のクリニックにしばしば通い、精神安定剤や抗うつ薬を飲み始める。銃を購入し、1979年には、白人優位と保守主義を唱える政治サークルを結成し、1980年には、 リスタラとリストアロットという名の名簿販売会社を設立した。映画タクシードライバーを見たヒンクリーは同映画の中で売春婦役を演じたジョディ・ホスターに一目ぼれし自分の運命の女だと思い変質的な恋心を抱くようになった。だがジョディが映画スターの道を歩んでいるのに対しジョンは人生に行き詰まっており二人には何の縁もなく 近づくことも叶なわなかった。ヒンクリーができることといえばせいぜい自分の部屋の壁にホスターの写真、ブロマイド類を多数貼り付け、それにキスをすることくらいであった。その後もずっとホスターに対して強い思いを抱き続けたヒンクリーは、ホスターがイエール大学に入学したことを知ると、それを利用してホスターに接近する方法を探った。しかし、イエール大学は、 全米ランキング4位に位置する名門大学、南韓大学であり、基本的に成績優秀な学生しか入学できない。成績も悪く落ちこぼれたヒンクリーにとっては、とてもではないが同大学に入学することなどできなかった。そこで彼が思いついたのは、同大学の超高生になることであった。超高生としてならば、正規の大学の単位は出ないが特に、 難しい試験面接など経なくても簡単な手続きで、同大学の教室に入り、講義を聞くことができるのである。ヒンクリーは、コネチカット州、ニューヘブンに引っ越し、同大学で、ホスターが選択、出席している子を、教室を調べ、それに潜り込むようになった。だが、大教室などで、ホスターの姿を見つけても、ヒンクリーは声をかけることもできなかった。教室にいた、 男子学生たちの中には、ごく自然にホスターに声をかけ普通に会話をする者たちもいたが、ヒンクリーにはそれもできなかったのである。ヒンクリーはホスターをつけ回し、ホスターのアパートを見つけた。また、彼女の情報を必要に調べまくり彼女の電話番号も知った。そして、彼女の自宅のドアの下に自作の詩を書いたメッセージを挟み込んだり、繰り返し電話をかけるなど、 ストーキング行為を繰り返した。ヒンクリーの気持ちとしては自分は映画の主人公のようにホスターを救う騎士になったつもりであった。だがヒンクリー自身が残した電話の会話の録音には第三者が聞けばホスターからはっきりと拒絶されているとわかるやりとりがあったのである。ホスターとの接触に失敗したヒンクリーは何とかしてホスターの注意を引くために 飛行機をハイジャックし彼女の前で自殺するという計画を考えたが、それは断念した。ヒンクリーは自分が大統領暗殺という大事をやり遂げれば、フォスターが自分を認めてくれるとの妄想に基づいて大統領の暗殺を企て始めた。ヒンクリーが大統領暗殺を考え始めた当時は、ジミー・カーター大統領の代任中で、カーター大統領を州から州へと追いかけたが、 警備が厳重なので簡単には、狙撃を実行できず、テネシー州、ナッシュビルで、重火器不法所持の罪で逮捕された。無一文になった。彼は家に帰り、神経衰弱と抗うつ薬の飲みすぎを案じた。母親によって、地元の精神科医に連れて行かれたが、改善しなかった。この頃 FBI に、恋愛問題が理由で、 ホスターが何者かに誘拐される恐れがあると匿名の手紙を出している。1980年にジョン・レノンが射殺されると、ビートルズの大ファンだったヒンクリーはすぐにニューヨークに飛び、セントラルパークの追悼集会に参加した。帰郷後、射殺ハンマーク・チャップマンが使ったのと同じ銃を購入した。1981年になると、 再びホスターに手紙を届けにニューヘブンに向かった後、ホスターの代わりに彼が救える若き売春婦を求めてニューヨークに滞在した。レノンの命日には事件現場で自殺しようとダコタハウス前に行ったが、果たせなかった。実家に戻ると自立するよう父親から言われ、多少の金を渡され、家を出された。再び大統領の暗殺を企わだて、 新たに大統領に就任したロナルド・レーガンを狙撃することを計画し始めた。ヒンク・ディーはレーガン狙撃事件の直前にホスターに宛てた手紙を書いた。過去7ヶ月にわたって私はあなたに対して多くの詩、手紙、愛のメッセージを送りました。そうすればあなたは私に興味を持ってくれるかもしれないという望みは虚しいものとなりました。私たちは二度電話で話したけれど、 私はあなたに厚かましく近づいて、自己紹介することはありませんでした。私が今この計画を進めるのは、もうこれ以上、あなたに覚えてもらうことを待ってはいられないからです。ジョン・ヒンクリー・ジュニア。1981年3月30日、ワシントン DC のヒルトンホテルで、レーガンが AFLCIO 会議で演説した後にホテルを出ようとしたところで、ヒンクリーは、 リボルバー銃で続けざまに六発発射した。弾丸は大統領用車両に跳ね返って、レーガン大統領の胸部に命中し、報道担当官、ジェームズ・ブレーディ、警官、トマス・デラハンティ、シークレットサービスのティモシー・マッカーシーにもたり、負傷させた。ヒンク・リーは逃亡しようともせずその場で身柄を、拘束された。レーガン大統領は、ジョージ・ワシントン大学病院で時間ほどに及ぶ。 緊急手術を受け助かった。報道官ブレーディは頭部に弾丸を受けたため、永久に障害が残ってしまった。マッカーシートでエラハンティは幸いにも、軽傷で済んだ。ヒンクリーの使用した銃は、ローム RG-14 リボルバー22口径、1と7、8インチの重心長であった。シリアルナンバーは、L73 万1332。 ヒンクリーは1982年の裁判では13の罪で起訴された。裁判の行方に関わる重要な争点の一つは、ヒンクリーの精神状態をどう見なすかという点であった。弁護側が提出した精神医学上の報告書では、彼は精神の病気にかかっているとされたが、検察当局の報告書は、彼は法律上健全であるとした。結局、6月21日に、 ヒンクリーは精神の病気にかかっており責任能力がないとの判断で無罪判決が出された。ヒンクリーは精神の病気で責任能力がないと判断され無罪判決になった被告人を処遇する法律に基づいてワシントン DC のに強制隔離入院させられた。ヒンクリーは両親の監督下に1999年に仮退院を許可され2000年には 監督なしでの仮退院が許可された。その後、ヒンクリーがフォスターに関する資料を密かに病院に持ち込んでいたことが判明だが、2016年7月釈放が許可された。8月5日に釈放され以後母親と同居している。9月10日には精神科病院を退院。ヒンクリーに対して無罪判決が出たことは、米国社会で広く波紋を引き起こした。 マスコミ報道でもその問題点が多数書かれた。大半の米国市民も納得できず、判決を下した裁判所にも、一般市民から抗議の手紙が千通以上届いたという。そうした抗議の反応は、会議会及び多くの州において、精神異常者の犯罪に対する法律を改正することにつながった。アイダホ、カンサス、モンタナ、ユタの4つの州が、 免罪措置をすべて廃止した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。